を始めさせていただきます。今日のカリスマ聖歌はマリーさんを偲ぶ会となっております。それでは最初にお祈りをさせていただきます。愛する恵み深き天の下の神様、今日の東京カリスマ聖会第2セッションを主が豊かに祝福していてください。深い圧倒的なご臨在を持ってこの聖会を導いてくださることをありがとうございます。感謝を持って皆をあがめ、尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。それでは、賛美を持って主をめたたえていきたいと思います。お立ちになれる方は共に立ち上がって主を賛美してまいりましょう。Oh.
のあらゆる状況において私を褒めたたえ、また感謝を捧げてきなさいと主は語られます。いつでもどこでも、またどの時でも主を賛美していただいていくときに、それが後の日になってこの主にある武器となっていくのを知っていくと主は語られます。あなた方はこの私から受けた信仰を用いていきなさいと主はおさらいます。私はあなた方の信仰を通して私の技を成していこうと主はおさらいます。それではもう一曲賛美を捧げてまいりましょう。咲き誇る花のように恵みの雨を受けて輝く光は花咲く未来を照らし続けるの萩に染まったつぼみをこれから花がもう一度主に感謝の拍手を捧げてみましょう。お祈りします。天の様、あなたが賛美を導いてくださり、予言を導いてくださり、ありがとうございます。続きます、この聖会を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。それではここで献金の時を持ってまいりましょう。神の国と神の義を賛美しながら共に主に捧げてまいりましょう。献金の感謝のお祈りを主の十字架クリスチャンセンター FRH 教会のダニエル大重牧師にお願いいたします。ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天のお父様、今日も変わらないご愛の中に、恵みあふれる中に、この世賛美隊の方々とともに皆を賛美し、また御言葉に預かり、またこの場所に集まる方々だけではなく、インターネットを通して全世界でこの東京カリスマ聖会に参加していらっしゃる方が、お一人お一人に主が等しく触れてくださり、
不思議な癒しの宮だ、奇跡の宮だ、主がなしてくださることをありがとうございます。今こうして感謝の捧げ物を出しました。これを聖別し、ご自身のご栄光のためにお持ちくださることを感謝いたします。この素晴らしい祝福の時を感謝して、主イエスキリスト様のお名前によって祝福をお祈り申し上げました。アーメン。それではカリスマセミナーの時を持っていきたいと思います。東京アンティオク教会のペトロ久保田牧師に導いていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。またインターネットの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。それでは祈り、最初に聖書を開きたいと思います。伝道者の書の3章11節、すごく有名な御言葉ですけれども、最初に、伝道者の書の3章11節を開きたいと思います。読みます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神のなさることはすべて時にかなって美しい。お祈りしたいと思います。愛する様、主は本当に美しい御業をなしてくださることを本当にありがとうございます。これからのカリスマセミナーにおいて、主が私たちに必要なことからを語ってくださり、またどうぞ導いてください。お願いいたします。また初めて聞かれる方にも本当にこう正しく伝えることができるように、どうぞ助け導いてください。あなたに期待します。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。改めて皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、今この時間はカリスマセミナーっていうのをやらさせていただいてます。で、具体的にこの秋元牧師が書かれた御声に聞き従うというこの本をですね、用いてさせていただいているんですね。で、カリスマの働きっていうのは、賜物の働きなんだ、あ、これを持っとかないとダメですね。賜物の働きなんですけれども、予言とかですね、9つありますけれども、で、なぜその御声に聞き従うっていうことを学ぶのかっていうとですね、その聞き従う、御声に聞き従うことがこう全ての神の働きの土台であるから。だから賜物だけでもなくて、他のことに関してもそうですけれども、本当に聞き従うってことがものすごく大切なんですね。でなければ仮にこの場所に、世界一の預言者の方が来られてですね、まさに神からの預言を語ったとしてもですね、もちろん教会と土台って学んでますから、仮に世界一の預言者っていう人が来て預言したとしても、吟味しないといけない。神からのものかサタンなのか、人間の思いかっていうのは見分けて、神からのものだけを受け取るっていうことと、教会の知者と会の中で用いなければならないんですけれども、神からの預言が語られたとしても、神様の声に聞き従うっていう土台がなければですね、それが実際には役に立たないっていうことになります。ですから、そういった意味ですね、今ずっとこの御声に聞き従うを学んできたわけです。それでこの本はですね、全部で14章あります。で、真ん中が12章あって、序章があって、終章、終わりの章があって、で今日は終わりの章なんですけれども、実は序章っていう一番最初のところと、実は最後の章、終章で同じことが書いてるんですね。で、何の話かっていうとですね、実は秋元牧師の、この本を書かれた秋元牧師の献身の話が出てくるんです。で、秋元牧師は先ほど一応確認しましたので、学生時代に、大学生の時ですね、奥山実宣教師のですね、そのインドネシアの報告会に出ていて、で その中で大学生だったんですけれども、インドネシアのために、インドネシア宣教のためにこう献身
したいという思いが来たそうなんですね。それで具体的には1週間後にインドネシア宣教という形で献身することに決めたそうです。ですので、海外宣教なんですけれども、特にこうインドネシア宣教という形で献身して、で、最初思ったのはこうインドネシアの長期宣教師になろうというふうに思われたそうなんですね。で、でところがですね、それからまあ実際に海外宣教の道が開かれて、いろんなところに世界中いろんな、国々に行ってるわけなんですけれども、インドネシアだけはなぜか開かれなかったんですね。でところが、献身されてから約30年経った時に、実は神様がこのインドネシアの花、道を開いたんですね。で今日はその話をさせていただきたいと思います。で聞き従う時に一体何が来るかっていうと、約束の成就が来るってことです。だから神が語られてきた言葉があって、で神様に聞き従っていく道の中でですね、実は神様がその約束を成就させるっていうことなんですね。で、いつそれが起きたのかっていうと、実は1997年の7月だったんですね。でその前の1996年の10月に痛ましい事件がありました。でそれは何かっていうと、クリスチャン新聞の一面に載ったんですけれども、インドネシアのシトボンドっていう、その東のジャワ島の東の教会においてですね、特にイスラム教徒の問題があって、暴動が起きて、教会がですね、火をつけられて閉じ込められて、で結果として牧師さんと牧師さんの奥様と、これが結婚されるという娘さんと奉仕者の全部で4名の方がですね、殉教されたという事件が起きたんですね。すごく痛ましい事件で、私もその記事を読んだんですけども、でそれでそういうことが起きました。でその後ですね、神様がですね、インドネシアの道を開くっていう語られたんですね。それで、その時ですね、秋元牧師の方が何かのルートでインドネシアの方を進めようとした時に、2回ほどですね、サタンがパウロを2回とどめたっていうような御言葉もあって、その道が開かれなかったんですね。でその時に、私は三重県の四日市四教会の牧師をしてました。でちょうど教会にですね、インドネシアの方が来られてたんですね。それで秋元牧師に確認してみたら、じゃあなんかそっちの方も話し進めてもいいという話だったんで、でそのエディさんっていうんですけど、彼がなんかこう、雑誌を持ってたんですね、インドネシア語の。でその雑誌に書いてて、一番後ろにですね、なんかその1700の教会のリーダーのプラビオ・マルトさんっていう人が、編集者として書いてたんですね。それでそういうのが書いてたんで、じゃあ秋元牧師に確認して進めていいですかって、確認取れたので、そのプラビオ・マルトさんにですね、ちょっとファックスを最初送ったんですね。でそれはどういうファックスかっていうと、これからインドネシアに奉仕に行きますと、つきましてはどっか奉仕できる教会を紹介してくださいっていうファックスを書いたんですね。ただその時にすごくなんか急にお腹が痛くなってですね、妻がよく分かる話それ見てるんですけども、ファックスを書くまでに5回ぐらいトイレに行ったりとか、ちょっとすごく腹痛が来てですね、でなんとか書き終えてファックスを送って、でそれからその1700の教会のリーダーのフラビオ・マルトさんに電話したんですね。それで電話してですね、何の関わりもないわけなんですけども、電話してこれからそちらの方に教会で奉仕に行くので、そういう奉仕する教会を紹介してくださいっていう電話をしたんですね。そしたらですね、普通そういうのがあったら断られたりすると思ってたんですけども、なんか受けてくれて、それでですね、どの教会がいいですかとかいう話になったんですね。でそれで秋元牧師に確認して、一番大きな教会で、それが4万人の教会で、東南アジア最大の教会で、ペタニン教会っていうんですけども、そことさっき言った殉教事件で本当に痛ましい事件が起きたので、その教会っていうふうに行きたいって言ったら、最初は殉教者の教会はちょっと難しいって言われてたんですけど、結果的には
両方とも開かれてですね、そしてこの1997年の7月になって、そのまあ私もそれに加えてもらったんですけれども、インドネシアチームっていう形でどうなのかっていうと、東南アジア最大の教会とその殉教者が出たその教会において実際に行って、まあ秋元牧師が行かれてですね、そしてそこで奉仕するっていう道が開かれたんですね。でちょっと注目していただきたいのは、その献身されてからですね、30年間他の道は開かれてるんですよ。だけどインドネシアだけがどうしてもこう開かれてなかったんですね。それがですね、どうなのかっていうと、神の時になった時に、まさに神のなさることは時にかなって美しいってさっき聖書を開きましたけれども、ただ開かれただけじゃなくて、そんな考えられないような形でその成就が表されたわけですね。その4万人の教会っていうのは、ベタニー教会はスラバヤっていうところにあるんですけれども、本当に東南アジア最大の教会で、ものすごく賛美がいい教会だったんですけれども、でそこで秋元牧師はそこで立って具体的にメッセージをされて、ベニ君の証とかですねされたわけですし、それからヨセフみたいな話ですけれども、秋元牧師が癒されるって言葉を受けてからですね、それから皆さんどうなったと思いますかって話をされたんですね。そしてその後にですね、どんどんその言葉が与えられてから体が悪くなったんですって話をしたら、みんなね、わーって言って、でも神の時が来た時に完全に癒されましたって話をされたんですね。でまたそこで喝采っていうかね、神様を褒めたたたわけなんですけども、本当にね、それインドネシアの道だけが開かれてなかったんですけども、でも時が来た時にはまさに見事に神様が語られた通りにこの道が開かれたんですね。これは別にインドネシアの話だけじゃなくて、で最近のロシア系ユダヤ人も30年前に語られたことですけれども、時が来た時に見事な形でこう開かれているわけなんですね。ですので本当に神様が語られたことっていうのは素晴らしいなと思います。で殉教者の教会もですね、1996年の10月に殉教事件が起きて、1年経たない1997年の、7月にチームで行ったわけですね。でその時にもすごく印象深いことがありました。でそれはどういうことかっていうと、その焼き討ちにあったので、もう教会がもうなくなってたわけなんですけど、ただ十字架が残ってたんですね、その教会。それとともに聖書も、焦げていたんですけども、聖書のカバーのところは、焦げてなくなってたんですけど、でも御言葉のところが全部残ってたっていうのを実際見ることがあって、そしてその焼き討ちにあった教会もですね、最初は本当にこう、牧師夫妻と娘さんと奉仕者が亡くなったわけなんですけども、その息子さんが、実は進学校まだ出てなかったんで、その奥さんが牧師となってですね、働きを始めていて、まあ、最初は祈りから始めた。で最初はみんな怖がってなかなか教会に来なかったけれども、祈っている中でどんどん人が増えてきて、どうなったかっていうと、その殉教で焼き討ちが起きる前以上にもっと大きな教会になっていたっていうのも私たちは具体的に見ることができましたし、また本当にちょうどね、外からの励ましっていうのが必要なそのタイミングで神様がチームを送ってくださったなっていうのをすごく感じました。ですので、神様が語られてるんだけれども、また聞き従っていく中においてもなかなか開かれないってことがあるんですよ。確かに神が語ってるんだけれども開かれないことっていうのは実際にあるんですけれども、逆にそこがポイントであったりとか、またその開かれる時のこの開かれ方の凄まじさっていうのをですね、見ることができたんですね。ちょうど聖書の中にヨセフっていう人が出てきますけれども、17歳の時に夢を見てですね、でそれからこうね、どうなっていくかっていうと奴隷として売られて、また本当にこう今度冤罪で牢屋に出会えて忘れ去られて、でどん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 夢から遠のいていくように見えたんですけども、時が来た時にこう凄まじい形でですね、約束の成就が与えられたわけですね。で私たちも今この御声に聞き従うということを学んでますけれども、どういうことが言えるかっていうと、確かに神様が語られた時ですね、宗教の、タイトルは約束の成就ってなってますけれども、神様が語られた約束が
その通りに成就するということを見ることができます。で、確かに秋元牧師が学生の時にインドネシアに対しての思いを与え、飯を与えてくださったんですね。だけれども、それが具体的に成就するまで約30年のこう時があったわけですけれども、でも時が来た時はですね、東南アジア最大の4万人の教会での働きと、それから殉教者が起きたその教会における奉仕といって、まあね、どれをあのインドネシアに行くのはどこでやりたいですかといった時に、まさにそこでやりたいというその場所を、ね、神様はあの備えておいてくださってです、ね、まさに神の時にそれを開いてくださったんですね。で、同じようなことが実は私たちの人生の中においても起きることがあるんですね。全部が30年待たされるわけではないんですけれども、なんかすごく長く感じたいとかですね、神が語られているかどうかの吟味はすごく重要です。だけれども神が語られていながらも、また神様に聞き従っていながらもなかなか動かなかったりとかですね、あのそういうことがもう実際あるんですね。だけれどもその時にね、まあ、確かに神が語られたかどうかの吟味はすごく重要なので、その都度神に聞き直すのは重要ですけれども、神が確かに語られているならば、さっき見ましたように神のなさることはすべて時にかなって美しいという形でね、約束の成就をね必ず見ることができるんですね。で、その時に何を体験するかっていうと、私たちは本当に神様の計画の素晴らしさとともに神ご自身の素晴らしさをね、あの体験することができるってことをね、覚えていただきたいと思います。で、秋元牧師はこの御声に従うので、本を書いて、あのこれをまとめるにあたってですね、最後の章の部分がなかなかこう決まらなかったそうなんですね。ところがその今回、1997年のインドネシアチームに行った時に、神様がこのことをね、約束の成就、このインドネシア選挙のことについてのことを、最後の章としてまとめなさいっていうふうに導いてくださってですね、それでこの本があの出来上がったんですね。ですので、あの聞き従うということですね。その道の中で実は私たちは神様の素晴らしい計画と、また神様ご自身の素晴らしさ、そして私たちが人生の中であの本当に神様の素晴らしさをね、深く体験するようになりますし、またあの最近秋元牧師がよく言われているのは、今聞き従うことっていうのは実は今だけじゃなくて、また将来だけじゃなくて、あの永遠に関わっていくということですね。そこに関わる祝福にもつながっていくということは語られてますけれども、私たちはね、さらにこの御声に従うということがですね、さらに神様に求めてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する様、本当に主が御声に聞き従うという、その恵みを私たちに開いてくださっていることをありがとうございます。約束を受けていながらも長く待たされることもあるかもしれませんけれども、しかしその中で私たちはしっかりと神様の御心を捉えて、神様の御心を全うしていくことができるようにしてください。そしてその中で神の計画の素晴らしさと、また神ご自身の素晴らしさをさらに深く体験していくことができるように助け導いてください。イエス様の名前によって祈ります。アメン。感謝します。